世界初、電動タンカーを日本で建造へ。本日、川崎重工などが世界で初めて電気で動く電動タンカーを建造すると発表いたしました。この電動タンカーには、電気自動車100台分の容量があるリチウムイオン電池が搭載され、電動システムはエンジンよりも小スペースで静かであり、管理も簡単なため、乗組員も 減らせるとされておりま,すまた、非常時においては、電力を供給することも可能だとされており、今回の電動タンカーは、船用の燃料供給船、まあ、簡単にご説明すれば、船のための動くガソリンスタンドとして活用される予定でございますけれども、まあ、こういった電動タンカー、現在は、 海においても環境規制が強化されておりますので、今後さらに需要が拡大するんじゃないかと思われますし、また海運業界においては人手不足が深刻になっておりますので、少ない人員で乗組員で船を動かせられるようになれば、人手不足の問題も解消するんじゃないかと思われます。 日本においては、海を使った輸送、海運が現在も盛んに行われておりますので、国内の海運業者の皆様には、こういった電動線も、人手不足解消の一手として、検討してみてはいかがでしょうか。以上になります。ご清聴いただき、 ありがとうございました。